読売中高生新聞プレゼンツ実力レコメンリスナー事件簿、イエーイ、始まりましたよ。ありがとうございます。菅井さん、はい、ついに始まりました。始まりましたよ、はい、この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコメを募集し、鬼デスクののりさんと新人記者の私菅井優香が聞き込み取材をしていきますやっぱりあの公開収録ってこともあってね、お客さんもたくさんいますから、はい、いつもよりこの噛んでたまる感がすごいですね無理やりもう噛まないでしょうしますよ。力入ってますよ、紹介した事件は厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません、うん、ネタを紹介された方には番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。欲しい。今回はなんとですね、特別に実際に、はい、読売中高生新聞で働く記者の方と一緒にね、この取材の仕方を教えてもらいながらお届けしたいと思います。皆さん拍手ね。なかなかない、ね、なかなか表だってね、うん、表だって記者の方とか来てくれませんからね、楽しみですよね、はい、それじゃあご紹介しましょうか。読売新聞東京本社社会部中高生新聞編集室の菅原聡さん、お願いします。こんにちは、ね、なんかあれですね、なんか記者の方っていうからもっと怪しいような感じのイメージが想像したけど、どんなイメージ？結構爽やかでびっくりしましたね爽やかに。そう、どうですか菅井さん、記者の方を隣に、はい、以前もお世話になった方なんですけど、うん、すごい優しい方で菅原さんも、ね、嬉しい、はい、いや人は見かけによらないもんなんですね皆さんね、そうやって記者の方は騙してくるわけですから、ね、さあというわけでございまして、今日はあのいつもあれ仕事中はこのスーツとか着られるんですか？あ、もうバッチリバッチリスーツ。あ、そうなんですね。でこの水玉のネクタイは今日どうして？あ、もう勝負ネクタイですね。勝負ネクタイなんですね皆さん、びっくりしましたね。勝負ネクタイ水玉っていうしっかり覚えててくださいよ菅原さんは普段どんなお仕事されてるんですか？はい、僕は、読売新聞社が、うん、中高生向けに発行している読売中高生新聞という、はい、記事を担当してまして、そこのスポーツだったり、あと中高生の部活に密着した連載、あとはそのリスナー事件簿のラジオで紹介されたやつを、面白かったやつをさらに深掘りして記事にしちゃってます、うん、そうなんですね。ちょっと聞いてみましょうかね。リスナーの中で、はい、リスナー事件簿にメール送ってくれたことがあるぞって方は手を挙げてくれる？あ、いるんだ、嬉しいね。いっぱい、ありがとうございます。あ、実際にこれをじゃ編集されてるわけですね。そうですね、厳格な編集会議の中で、この人だったんだよ、ね、見れたね、よかったね。あ、そうなんですね。そもそもなんで記者になられたいと思ったんですか？あ、そもそもですが、やっぱドラマとか映画で新聞記者ってなんとなくかっこよく描かれてるじゃないですか、はいはいはい、あ、なんとなくそんなイメージから入ったんですけど、はい、就活の時にちょうど東日本大震災があって、はい、その時の新聞報道とかを見て、はい、僕もなんか被災地の取材とかやりたいなと思って、うん、新聞記者になりました。やっぱりそうです、真実を、ね、伝えるっていう仕事はすごい大変ですけどもね、うん、やりがいがありますよね。そうですね、ただ、この僕らのコーナー、僕のとこちょっと短くないですかね？短いです、ね、記事で見るとちょっともっと長めでもノリさんのコメントもっと長めに最悪言ってない、ね、最悪さ言ってないこともちょっと付け足してもらってそれは何です記者さっきまで真実を伝えるさのにねすいません。でも記者の方ってすごい、うん、固いイメージがあったんですけど、うん、まあ、真面目なのはそうなんですけど、思ったより柔らかくて素敵だなって思って、うん、記者っていうお仕事も、うん、なんかこうして私たちの身近なんだなっていう風に感じました、うん、そうですよね、うん、だからレコメンのことだからさ、どうせね、いい加減な人を頼んでんだろうと思ったらちゃんとしっかりした人が皆さんいるんですよ、ね、嬉しいですよね僕仕事人のコーナーがね、読売中高生新聞の中でこれすごく勉強になるのは、自分が働きたいなと思ってる仕事とかにスポットを当ててくれて、どうやったらなれるかとかね、どういう仕事をするか教えてくれますもんね。そうですね、だから真面目に仕事をしてるから皆さん安心してくださ い, ちゃんと働いてます。ちゃんとしてますね今追ってる山とかあるんですか？ちょっとそれはここでは言えない。言えないですね、この芸能人追ってますとか大丈夫ですかさあというわけでございましてね、会場に足を運んでくれたリスナーにお話を聞いていきたいと思います。今回は身の回りで起きた事件のタレコミを事前に募集していたので、そちらを参考に気になったネタについて、取材していきたいと思います。さあそれではゆかのすけさん、はい、タレコミを紹介してくれ。はい、お名前あかねちゃん。あかねちゃん、はい、事件です。卒業遠足で東京ディズニーシーに行き5人で回ったのですが、その時に2人と3人ではぐれてしまいました。卒業遠足はスマホを持ってきていけないので探しようがなくて、最終的には出会えたのが、私を含めた3人はアトラクションを乗って楽しんでいて、2人は1時間半探していたらしいので、その後の空気が悪くなってしまいました。
あらまあ、これは菅原さんどうですか。事件ですね。事件ですよ。事件ですね。見出しをつけるなら何ですか。見出しをつけるなら、はい、菅井さん教えてください。どんなちょっと無茶ぶりすぎますよ。はぐれちゃったぜみたいな。はぐれちゃったぜ見出し。はぐれちゃった事件ですよね。さあこれ、はい、あかねちゃんはいらっしゃるのかな。あかねちゃん、あかねちゃん、あかねちゃん、こんにちは。こんにちは。これいつぐらいのことなの。4日前ぐらいです。あ、4日、最近ほやほやだよ。これ事件にまだ湯気が立ってますよ。で4日前ぐらいで、その時どうやって結局合流できたの。あ、なんかアトラクション乗ろうって言ってたの、時間が決まってて、その時間に乗ろうって言ってるところにちょうど出会えたんで、うん、あ、しっかりしてるよね、そういうの。でもスマホ持ってきちゃいけないんですね、今の学校も、うん、やっぱり。菅井さんだったら切れるでしょう。え、切れるでしょう。切れないですよ、ね、菅井さんだったらどうしてた。私も一緒に探すかもしれないですね。探して、友達と会うまで、会うまで探す、あの広いところで、はい。あ、でも乗っちゃうかって言って乗っちゃったな。俺も開き直っちゃう。まあいっかと、やっぱり楽しんでる方が友達も喜ぶだろうっていうね。そう、時間が限られてますから ね。これ、うん、でもどっちがいいか悪いかで言ったらどっちが悪いの、このはぐれちゃったメンバーの。あの次のものに乗ろうって約束をしてて、うん、私たちはあのご飯を買ってて先に行っててって言ってたんですけど、うん、行ってないでずっと待っててくれて、あら、でもそれを知らずに行っちゃって、あ、私が食いしん坊だったからみたいなとこが。さあ菅井さんいかがですか。そうじゃないですよね。あ、でもどっちも悪くないじゃないですか、先にあの、まあね、行っちゃうのも分かるし、うん、でもうーん、まあ、待っててくれたんだもん友達はね、うん、だから象ってね、はい、やっぱり見捨てずにずっと待ってるんだってね。ごめんね、急に象の話して。象ってそうなんですか。象ってそうなのよ。一人ちょっとつまずくとずっとみんな、ま、あの集団待っててくれてる。優しいですね。そうなの、そんな感じなんだね。友達に前世ゾウって聞いてみて、このねえはって言われると思うからね。さあというわけで菅原さんいかがですか、このお悩みは。あ、なんかのりさんのゾウの話は深かったですね。ゾウに持ってかれましたね。そっちですか。ありがとうございます。さあもう一枚ぐらい行ってみましょうかね。はい、ラジオネーム、あ、ランワンループ、あ、ごめんなさい、はい。すみません、菅原さん、はい、はい、ワンループです。はい、事件です。私が通っている学校には宿泊行事があるのですが、その宿泊地に向かう際のバスでとんでもない事件が起きました。何？なんと引率の先生を一人学校に取り残して出発してしまったのです。しかも気づいたのが現地に着いてからだったので戻ることもできず、どうするのだろうと思っていたら、うん、なんともう一台のバスに乗っていたのです。先生ならもっとちゃんとしてほしいと思いました。いやこれはすごい事件ですね。こんなことあるんだ。どうすか、菅原さん、今までこういう事件と出会ったことは。学校現場の不祥事ですよね。おお、記者っぽい。記者っぽいですね。記者っぽい。さあそれじゃあワンループ話を聞かせてくれ。さあワンループ今おいくつですか。あ、今16歳。16歳、高校。あ、1年です。1年生。なんか部活やってんの。軽音部です。おっ、来た、軽音部はね、ちょっとモテようとするやつが多いんですよ。何の楽器やってるの。あ、ベースです。ベース、これまんまとモテようとしてたでしょ。軽音部に入ったきっかけは。いや、なんか先輩がすごくかっこよくて、うん、憧れて入ってみたいなと思って入りました。まあ、自分もああなりたい、ああなってモテたい、そういうことでしょう。ありがとうございますね。さあさあ、そして、はい、この先生は普段からそういうそそっかしいとこがあるの。そうですね、ちょっとなんかちょっと抜けてるっていうか、うん、はい、他にもなんかその先生はあったの今まで。いや、なんか結構授業にも遅れてきたりとか。そうな、まだ若い先生なの。ちょっと若いですね、20代ぐらい。でも生徒の方がね、まだ若いというかね。そう、そうか、ね、それはね、しっかりしてほしいところはあるんでしょうけどね。菅井さんはそういう先生いた。さすがにいなかったですけど、うん、もし自分が先生になったらこういうことしちゃうかもしれないですね。やりそうだね。最後まで給食食べてるとかね、はい、もうずっとおかわりしてますか。あと残したこれいらないの、これ本当いらないのみたいな感じで。いや、それはのりさんですか。同じクラスだったらあの戦いですね。戦い。俺がそれ先に目つけたからみたいなね。残ってるおかずでね。はい、あ、で結局これはその先生は誰かに怒られてた。そうですね、なんか一番責任者みたいな人にちょっとなんか連れてかれてました。連れてかれたの。怖いな。いや、すごい。え、菅原さんは仕事の上でなんか一番ミスしたことって何ですか。締め切り間に合わない。ああ、そういう時はどうするんですか。あ、すいませんでした。あ、
謝る、もう謝るしかないですね。そっか、俺はなんか何年ぐらい前のやつを乗っけちゃおうとするけどね、これもう古いから大丈夫だろうと思ってね一回乗ってるやつを乗っけるなんてことはしないですよね。絶対ないでしょ。ないですね。ないですね。素直にごめんなさいのがいいんですね。はい、ありがとうございましたね。でもその先生のことを結構好きだから優しくしてあげてね。はい、ありがとうございます。仲良くね、本当だったら電話したかったね。あ、先生に、先生にちょっと話聞きたいですよね。ね、やめてくれって言うと思いますけどもね。さあもう一枚ぐらいいけるかな。はい、はい、はい、ラジオネーム、あれ、お、あ、川、あ、のりのりの、のりののりさんからです。はい、菅原さん、菅原さんじゃないや、菅井さん、しっかり言ってくださいますか。のり、本当ですよ、うん、のりのりの、のりののりさんからです。これはもう、違う、あ、のりのりの、のり誰だこれ本当に全くもう気になるな。確かに読みづらいね。はい、事件です。私の妹は私の4歳下で小学校1年生なのですが、うん、2人で 1km のマラソンをしたら妹の圧勝でした。はい、あら、その日から1週間筋トレをしています。うん、また来週に対決をするので足が速くなる方法があればぜひ教えてほしいです。あら、まあこれはね、もう走るといえば菅原さん。僕陸上部でした。おお、意外と当たっちゃった。走るといえば今はなかなか見る影がないですけど、まあ、僕が言うのもなんですけど、ルイさんが言っちゃダメですよ。じゃあ早速、じゃあまず呼んでみましょうかね。ノリノリのノリのノリ、話を聞かせてくれ。お、女の子、女の子なんだね。お、読みづらいよと言おうと思ったけど、いい名前ですね。さあ実際に妹といくつ離れてるんだっけ。9歳です。9歳、え、今おいくつ。16です。16歳、高校1年生で。そんなに9歳も離れてて負けることってあるんですかね。なんか妹が運動神経すごい良くて、で運動は何も勝てないんです。そんなに差がついて、すごいね。今 50m は何秒ぐらい。8秒とか9秒ぐらいで。早い。妹も同じぐらいなんです。全然早い、レベル高い。で妹さんの方が体力があるからマラソンだと勝てないんだ。マラソンがすごい早いです。菅井さんはどのぐらいですか。早くてでも9秒8とかでしたね。早くて、はい、早くてってのは調子がいい時とか。調子がいい時。9秒8ってのはどう、遅いのとか。遅いんだ。え、でものりさんこそ遅そうじゃないですか。違う、このね、坂道超速いから俺。下り坂鬼だから。そりゃ走り漫画見てて転がってすげえから、マジで。え、ちなみに 50m は。いや 50m どうだろうね。あ、測ったことないですか。もう測ったこと、最近もう走ってないよね。どんぐらいなんだろうね。走ってなさそうですもん。なんだろう、なんかすごい電車に乗り遅れそうとか、そういう時だったらこう結構速く走れる自分があるけど何のためにってなっちゃう。大人になるとね、 50m 走りなさいって言うと何のためにって、何の意味があるんですかみたいな、ね、タクシーの方が楽じゃないですかみたいなね、そういう風になっちゃうからね。走りたくないんだ、ね、で実際はどうでした。僕長距離だったんですよ、ね、お、じゃあまさに秘訣ないですか。秘訣はもう走りまくるしかないですよね、本当に毎日。これ僕でも言えますよ。もっと楽して走らせてくださいよ。なんかそんな方法はないですね。ない。あとは妹の靴にちょっと小細工だよね。ヒールをつけとくとかね。バレますよね。納豆入れとくとか、そういう感じでだから勝つしかないんじゃないかな。納豆入れても勝てないですよ。ごもっとも。ごもっともない意見。あ、俺今思い出した、頑張り気いただくの忘れてましたね。3人今聞いたけどね、はい、全部一言で頑張り気をいただいてよろしいですか。え、いいんですか。まとめ頑張り気お願いします。まとめ頑張り気、皆さん注目ですよ。はい、みんな君ならできるよ、頑張り気。あー、よかった。ありがとうね。え、優しい。ちゃんとエコーもかかっていましたね。すごいよね、あれだけ打ち合わせしたから。私がエコーやると、あの頑張りからときはエコーかけなさいよみたいな、ね、そんなこと言ってないし、分かってますよねみたいに言ってましたからね。よかったよかった。いや、ありがとう。シーンってしちゃったらどうしようかと思った、ね、一番怖がってましたもんね。あ、さあというわけでございまして、もう一問いっちゃいますかと。わかりました。もうガンちゃんが言うならしょうがないよ。お名前、スーさんです。スーさん、今日の公開録音の当選はがきがある日届きました。うん、自分の知らないうちに母が申し込んでくれていましたという事件です。はあ、で自分はもう身の覚えがない当選が来たから、これなんか、いや、怪しいんじゃないかみたいな思ってたわけね。あ、これはちょ聞いてみましょうか。聞いてみましょう。スーさん。スーちゃん。スーちゃんか。女の子。レコメン聞いててくれてて、あのお母さんが送ってくれたってこと。中高生新聞読んでて、それ見て母が送ってくれたみたい。そうなんだね。ありがとうございます。これすごくないですか。中高生誌も読んでくれてるリスナー。嬉しいですね。ね、実際に読んでる。読んでます。どの記事が一番好き。漫画。漫画の
漫画のコーナーね、でも実際当たって嬉しかった？なんか最初行くの迷ってたんですけど、来てよかったです。ねえ、やっぱり菅井さんがやっぱ怖いからやっぱ行くの迷うのは怖くないよね。怖くないです。実際に菅井さんは好き？好きです。どういうとこがやっぱ菅井さんの魅力？そんな聞きましょう、せっかくだからね。キャプテンなんですけど少し抜けてるところが可愛いなって思います。いや、抜けてるのバレてたか。ねえ、抜けてバレてたかじゃないですよ。いやでも嬉しい、ありがとう。生菅井さんは可愛い？可愛いね。いやいや、ゆうしか、のりさん可愛いよね。可愛いです。ねえ、高校生に忖度をさせてしまいましたけどもね。でも実際に読売中高生新聞をどういったリスナーに読んでもらってどう学んでほしいとかってあるんですか？一人一人いろんな読み方があると思うんで、もう自分の好きなページ何でもいいんで読んでもらえたら嬉しいなって思いますね。僕もこのコーナーやる前から実は読ませてもらってて、だからね、やっぱ大人になってから新聞を一番初めに読もうと思うと案外ついていけないんですよ。で、中高生新聞から読んでいくとまとめてくれてるし簡単に説明してくれてるからどんどんついていけるようになるから助かりますよね。ありがとうございます。そうなんです、実はちゃんと僕買って読んでるんですからね。本当ですか？だから僕の記事もっと長くしてくださいね。お願いします。そこは忖度させていただきます。ね、さあ菅井さんいかがでしたか？はい、はい、楽しいです。なんか実際に、あの目の前で話せるのも、いつもは電話だから、また違うなって思いました、ね、表情が見れて。いつもあのコーナーでさ、こう電話で話をしてるリスナーって、あ、こういった方たちがいるんだなっていうね。本当に、ね、思いましたね。もう皆さん今帰ったらすぐに僕たちね、もう似顔絵描いてね、覚えますから。あ、こういう人がいたなっていう。本当に、ね、はい、でも一人一人、僕はあれでしたね、はい、僕すごいチラチラ見てるんですけど、みんな菅井さん見てるから目が合わねえなっていうね。みんな菅井さんばっかり見過ぎじゃない？ちょっと、ノリと全然皆さん目が合ってませんからね。いっぱい見てね、気をつけて、いっぱい見てねって。置き物じゃないんだからね。でもすごい楽しかったですね。楽しかったです。ありがとうございました。これもまた記事なのも楽しみです、はい、このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中です。受付メールアドレスはleko@joqr.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載もお忘れなく。さあ放送後にはですね、菅原さんのような実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後、厳格な編集会議を経て、読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません、そしてネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。たくさんのメールをお待ちしております。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。さあ菅原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンリスナー事件簿でした。